ルイスクリージャは、ウルグアイパイサンドゥ出身のサッカー選手、サッカー指導者。選手時代のポジションはフォワード。選手としては、各国国内リーグ、国内カップ、国際カップなどで、計1 6のタイトルを獲得した。ウルグアイ代表で38試合に出場して11得点し、FIFA フフワールドカップには3回出場した。監督としても、各国国内リーグ、国際カップなどで、 K17 のタイトルを獲得し、1991年から1993年まで、ウルグアイ代表監督を務めた。第1回リベルタドーレス杯の決勝では後に、監督を務めることとなる、オリンピア相手に、決勝ゴールを決めた。パイサンドゥーに生まれ、地元コロンでパイサンドゥーの下部組織でプレーした後、1957年に、CA、ペニャロールからデビューした。 ペニャロールではプリメーラディビションで4回、コパリベルタドーレスで2回、インターコンチネンタルカップで1回優勝した。1962年には、スペインの FC バルセロナに移籍し、1962から63シーズンのコパデルレイで優勝した。バルセロナでは49試合に出場して12得点した。1964年には、南米に戻り、 アルゼンチンの CA リーベルプレートに加入。しかし1960年代のリーベルプレートは暗黒期といえる時期を過ごしており、国内リーグ、国際カップともにトロフィーを1個も獲得できなかった。1969年には、ウルグアイのナショナルモンテビデオに移籍し、ペニャロール在籍時をなぞるかのようにトロフィーを獲得。プリメーラーディビションで4回、コパリベルタドーレスで1回、 インターコンチネンタルカップで1回、コパインテラメリカーナで1回優勝した。晩年は、チリのサンティアゴモーニングとウルグアイのデフェンソール、スポルティングでプレーし、デフェンソールでは、クラブ史上初のリーグ優勝達成に貢献した。ウルグアイリーグでは1932年のプロリーグか、以降40年以上も、ペニャロールとナショナルの2強が、リーグ優勝を独占しており、 デフェンソールはプロカゴ初めてに今日のリーグ支配を打ち破ったクラブとなった。1959年にはウルグアイ代表にデビューした。チリで開催された 1962FIFA ワールドカップでは一時リーグ敗退に終わり、イングランドで開催された 1966FIFA ワールドカップには出場できなかった。メキシコで開催された 1970FIFA ワールドカップでは4大会ぶりに4位となった。西ドイツで開催された 1974FIFA、ワールドカップでは再び一時リーグ敗退に終わった。ウルグアイ代表では1974年までに38試合に出場して11得点を挙げた。指導者としては主にクラブオリンピアを率い、プリメーラディビシオンで8回、コパリベルタドーレスで2回、インターコンチネンタルカップで1回。 スーペルコパスダメリカーナで1回、レコパスダメリカーナで2回優勝し、計14個のトロフィーをオリンピアにもたらした。1979年のインターコンチネンタルカップでは UEFA チャンピオンズカップ準優勝のマルメ FF と対戦し、2試合ともに勝利して自身3度目の世界制覇を果たした。同大会を選手、監督のそれぞれで優勝した初の人物となったが、 この記録は後に不安無比化も達成している。ホームアウェーでの2レグ制は1979年大会が最後となり、1980年大会からは中立地での1レグ制に移行している。1989年にはオリンピアをリベルタドーレス杯決勝に導き、第1戦をニッカラレーと勝利したが、第2戦では追いつかれ。 PK 戦の末に敗れた翌1990年にはコパリベルタドーレス、スーペルコパスダメリカーナ、レコパリベルタドーレスの国際カップ戦3観を達成し、南米年間最優秀監督賞を受賞した。オリンピア以外ではアルゼンチンのニューウェルズオールドボーイズや CA、リーベルプレートやラシンクラブ、ウルグアイのビッグにコロンビアのアトレティコナシオナル、 パラグアイの三大クラブで監督を務めた。2007年2月には、エクアドルのバルセロナ SC 監督に就任し、2010年には、再びオリンピアの監督に就任した。1991年から1993年までは、オリンピアの監督と、並行してウルグアイ代表監督も務め、兄のペドロクビージャがアシスタントコーチとして、アレハンドロ・リッシーノがフィジカルコーチとして、 ルイスを支えた。コパアメリカ1991では5位。コパアメリカ1993では6位に終わり、2回優勝、1回準優勝した1980年代とは、打って変わって1990年代のウルグアイ代表は低迷した。2013年3月3日、アスンシオンで死去した。72歳だった。クラブクラブ個人、ありがとうございます。